薄すぎたの。はい、出しますよ。やばい、すげえ。皆さんこんにちは、相澤ヘッドです。ということで今日はね、こう Y4 ジムに来ております。今日はですね、スペシャルゲストと胸のトレーニングをさせていただいたので、うちの方はあの向こうのチャンネルにあるんですけど、今日はそのポージングを改善するということで、私のチャンネルで撮らせていただきます。ということでゲストの方です、どうぞ。いや、すいませんね、お邪魔します。すいません。はい、プロタンです。はい、ということでさっきはい、プロタンさんの、胸のトレーニング、いや違うな、俺の胸のトレーニングをプロタンさんに、まあ、やらせてって感じで一応動画撮らせてもらって、どうでした？いや、マジ光栄でした。で、今まで見た中で、はい、一番空気感やばかったです、はい、もうマジで居合してるかと思いました、はい、本当に、はい、そうそうそう。え、やばくないですか、顔の表情変わるの。変わりますね、二重人格した、ね、あのこち亀のホンダがバイク握った時に変わるやつしてます、ね、それだいぶ変わりますね。だいぶ変わってますか、バーベル握ると変わるかもしれない。そうそうそう、マジやばかったです、ね、ということで、まあ、さっきね、はい、あのプロタンさんと胸のトレーニングやらせていただいて、はい、まあ、トレーニングがそっちのチャンネルで出てくるんで、ぜひチェックしてください。で、私のチャンネルではちょっとプロタンさんがね、5月3日の東京ノービスに出るということで、はい、ポージングをちょっと変えてあげたいなっていうふうにすごい思ってて、はい、まあ、前回2017年に大会出られた時の、まあ、写真をいくつかこう見させていただいたんですけど、マジっすか、いや、まあ、改善すれば全然もっとよく見えるんで、うん、マジっすか。結局やっぱ絞れても筋肉でかくても最終的にステージの上で見せないと意味がないっていう、うん、まあ、ボディービルはそういう競技なんで、はい、なんでちょっとその辺のノウハウを最後ちょっと伝授できたらいいかなということでやらせていただきたい。めちゃくちゃ楽しみです。ずっと見てましたから、狙いましたから。マジっすか。24時間ボディービル、24時間今もですか、今もボディビルですか。今24時間ボディビルです、はい、あの時より多分24時間ボディビルです。マジっすか、一日足りないじゃないですか。足りないかもしれない。じゃあポージングをやらせていただきます。ぜひお願いします。すみません、よろしくお願いします。はい、お願いします。え、こっちから、あ、いや、こっち、あ、上だけ、あ、はい、脱ぎたかったら脱いでも、いや、脱いだらとんでもない誰ですか、多分 DVB 出れないと思う。大丈夫ですか。ちょっとじゃあ一回ね、ポージング見ましょう。じゃちょっとコールからもう規定だけじゃあやらせてもらいます。じゃあフロントダブルバイセプスからいきましょう、はい、じゃあラットスプレッド、はい、サイドチェスト、バックダブルバイセプス、バックラットスプレッド、サイドトライセプス、ジャブドミナルアンドス、じゃあフロントリラックスです。そしたら、じゃあ早速ちょっと直させていただこうかなっていうポイントがいくつかあるんだけど、ポージングがちょっと違うんですよ。ダブルバイが、はい、まずね、ルールがちょっと片足流さないといけないんで、はい、今仁王立ちでこう取ってたんで、はい、まあ、そこがルール上、あ、そうなんですか、はい、ちょっとそこ直させて。いや、危ない。そうです。で、じゃあ、右と左と右利きですか、ね、こっちの方が流しやすいですね。流しやすい、ちょっと流して、はい、流すっていうよりかは、それ多分前に出すですよね。前に出すんですか。で、今の状態って、はい、多分流すってこう、こういうこれが流すとか、今のとこ前に出すって感じなんで、はい、軸が乗らないと安定感がなくなるので、今左足がピンと伸びすぎちゃってるんで、普通に緩めたりとかはしてる。そうですね。まあ、ダブルバイって取って、状態取ったとき、今お腹締めるじゃないですか、はい、これ、まあ、パターンって何パターンかあって、締めるのも全然ありなんですけど、はい、JBBF のボディービルダーで締める人はほぼいない。マジですか、はい、で例えば、プロみたいにすっごい筋肉量あったら、こうやって締めて、ウエストを締めて、まあ、背中もものすごくでかいんですけど、はい、まあ、JBBF の選手だと、まあ、
あんまりこうすごいでかいっていう人がいないんで、もしできたら吸って胸を開けたままやれると、うん、ベーシックな感じには、ね、はい、そう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 、これがダブルバイアの形 できたらもう、そうですね、膝を緩めてあげるといいかもしれない。そうですそうです、胸を振ってあげて、そんな感じ、そんな感じ、うんうん、これダブルバイア。マジで全然違うじゃないですか。よかった、コラボしといて。全然違うじゃないですか。ちょっとだからあれです、直せそうになって、え？で上げて、そうです。そう、じゃあここあんま気にしなくていいですか。いや本当はこれなり、こうキュッと内側に入ってくると、今へこませる感じなんで、このまま肋骨が内に入るような。入っちゃったらいいかもしれない。入ったまま胸上げる。でもこれでもどうなんだろう。肩幅広いからいいのかもしれないです。でもなんか薄く見えちゃうんですよ、これって。立体感が、あ、そうそうそう、そっちの方が立体感が出てくるんで、個人的にはいいかなって感じなんですけど、とりあえずまあ足が一番重要かな。いやで、ちょっとそのままラップストレート、はい、ちょっと待って、うん、俺も動画撮ってて、あ、どうぞ。じゃあラップストレート行くと、はい、で、ステップもできたら今手添えてるだけじゃないですか。はい、潰しちゃって、こうですか。もうちょい後ろから持って、こっちの下をこう潰していくと、そう、より逆算が出てくるので、できたらこう胸上げたら、そうです、そうです、そうです。そうすると、で、腰だけ反らないと、このまま顎を切って、こう、とにかく出してくる。うん、潰しちゃって。潰しちゃって、はい。そうすると、この肩もだいぶ際立ってくるので、さっきは指添えてたら、ちょっとアウトラインが弱いんで、肝持ちに潰して、肩甲骨をこういうふうに貼り付けるようなイメージでやると、肩もだいぶ取れてくるので。これいいですか？はい。あとは足の角度を、今膝を多分ロックする感じでやるんで、どっちでもいいんですけど、ロックすると硬さは出てくるんですけど、ラインがやっぱ四角くなるんで、丸み出したいんだったら、さっきの肩を割ってる感じ、硬さ出したいんだったら、こう締め上げる感じ、そうそうそう、締め上げるのと、締め上げる方がちょっと楽かもしれない。じゃあそしたら締め上げる、そうで、腕から作らないで、軸から外に向かって作る、軸から広がる、そうですよ。こういう、そう、得意じゃないですか。この背中を腕持ったまま作りたい。あ、そうです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 、その感じです。だいぶ違うんですよ。いいよね。ね、そんな感じです。はい。全然違う。サイドですか。はい。で、足が、これだとまとまりがちょっと悪いので、はい、左の土踏まずに右の足を右でバッと吸って、そのままこのつま先上げちゃう、はい、で、今重心がちょっと低いんで、はい、足がちょっとやっぱよく見えるんですけど、全体のパッケージがちょっと弱く見えるんで、できたらこの肘と肘の下にもう膝がないようにしない、重心がこれ低くなりすぎると、はい、あのアウトラインよりもこっちが出ちゃうので、はい、上半身の方が弱く見えちゃう、はい、これ立ててあげて上で取ってあげるんですけど、そうです、そうするとまとまりがすごい、ね、あとは胸がこう突き上がる、あとは腕力入れれたらですね。そうです、そうです、そうです。もうちょい多分、左のこう、押し入れてきて。こうですか？そうですね。結構伸ばしちゃっていいんですか、じゃあ。腕ですか？はい。手の。手は、こっちに、なんか、こうやってプッシュして、手を持って、キュッ
で、そのサイドシスターズの足と、はい、あとは胸郭のこの使い方、こう突き出す、そうですね、一番しっかりと、そうです、ここですそんな感じです。うわ、すげえ勉強だね。バックダブルバイセンスからちょっと直した方がいい、はい、で、足がそれだとまずカーブに行かないと、もう足裏を全部向こうに向けるぐらいに、あ、なるほど、ってやっちゃう。うわ、すげえ伸びてる。ギューって引け、そうですよ、そうするとお尻も入ってくるんで、ちょっと引き上げる、そのまま引き上げる、うわ、骨盤でギュー、そうです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 、ちょっとだけ胸につけて、うん、そうですね、そうそう、こっちの方が全然足元にいっぱいあるんです。うわ、すげえ、こうギュッと、そう、締め上げる、お尻も入る、はい、お尻締め上げるよ、そうです、そのまま上決めて、で、最後は胸をちょっとこう上に突き上げるような感じで、肩も入ってくるので、そうです、そうです。うわ、すっげえ難しい。やばい、すげえ、全然違いましたね。え、違いました、あ、違う、違うよ、全然違うわ。やば、これは、この足も、そうです、足揃えるんですけど、これは、そうですね、そうするとハムが入るんで、ほんとだ、そうそう、締めたまま、あとスプレッシュサインですで、一回広げてから戻してくる。そうするとこの隙間が、つまり幅が短くなる。広げっぱなしです。もっと広げる。最初に広げるじゃないですか。そう、そこで。うん。そう。で、ハムしっかり引き上げて。そうです、そうです。そんな感じです。さっきこう広げてから、ぐるって戻ってきちゃったんで、幅がだいぶこう狭くなる。でボディフィルってこの、はい、ボコボコっていうの広がりなんですか。そうですね、トラタンさんはもともと幅がすごい広いので、はい、そこをしっかり強調していく方が体がやっぱすごいよく見える。そのまま広げてそのままストンと落とすのか。いや、こっちなんていうの、そのまま広げっぱなしでガッて広げてそのままです。サイドトラタン、これがよくわかんないですよ。で、これ変わってます、はい、でしっかりつま先立ちして、この時に、もうちょっと、そうです、あ、この時こう、後ろに下げちゃって、で、そのまま重心、ここでお尻で支えるの、はい、そのまま、あ、なるほど、お尻で支えて、三頭を出す時は小指側でするとちょっと力入りやすくて、そうです、ここに入れるんですか。そうです、そうです、そうするとこっちが入りやすくて、あとは、今、後ろにこう抜けちゃってるので、はい、イメージは肩骨のこのラインと上体のラインを平行にしてあげると安定感が、まあ、これってこういうふうに開いちゃうので、このつま膝がどれだけ前に出るかによって上体の角度を前にしてあげるとバランスはすごい、そうです、もうちょい足前でやっぱ引きたいです、そうです、そうです、あとは吐いて、そうです、遠くに吐いて、そうです、腰しっかり締めて、右腕はこれ、この感じです、ね、右腕そのままです、そのままもうちょい多分外側が出てくるかな、そうです、そうです、それぐらいです、で、アブサみたいな感じです。アブサイはそんなになんか直すことなかったんで、そうです、はい、あとはイメージは骨盤から肘までが一直線になるような、これだと今こうこうなって、うん、できたらそう、このまま手をこれぐらいでこうやってできます。これぐらい。そうです。そうすると多分ラインがすごい綺麗になる。あと吐き気。そう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 。島田さんみたいな。ねえ、すごい綺麗。っていう感じですかね。めちゃくちゃ勉強になります。すごい。部分直せば全然、多分今のだけでも見栄えが全然違う。めちゃめちゃなんか頭に入ってきます。そうですね。あ、体に。
今日これちょっと、もらっていいですか？はい。って感じで、まあ、はい、プロタンさんのポージングをちょっと修正させていただきました。はい、いや、さすがチャンピオン。すごいわ。ありがとうございます。いや、ちょっと感動しました。なんかまあ、こんな感じで、ポージングが結局うまくできないと、見せる競技なんで、最終的にそこの部分を突き詰めていった方がいいかなと、はい、もちろん減量もトレーニングもしないといけないんですけど、まあ、大会出る人はぜひポージングもね、しっかりとやっていただければなということで、はい、今日の動画は以上になります。いや、マジ良かったです。ありがとうございます。いや、マジ良かった。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、はい、次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ちょっと雑すぎない。いつもどんな感じですか？いや、もうこんな感じです。こんな感じですか？バイバイ。はい、バイバイ。ありがとうございます。